ター YouTube。 え、アフター YouTube だよ。どう、どうし、いいよ、いいでしょ、いいえ、だから今のこと言えって、番組内で言わなかったこと、何で終わってから言ってんだよ、今早く言って。何、何固まってんだよ、今言ったこと早く言えよ。なんで番組終わってから言ってんだよ。いいね。会って話して、会ってなくたって、やっぱりね、こうやって通じるんだよ。いいね。なんかね、電車初めて電話した時ね、日中ね、仕事してるのにさ、出られて、迷惑でもなく、でもね、これ絶対ひきちゃんかなと思って、あの後でやったらひきちゃんだったから。あの、ごめんね。いい人だよ、この人。最高だよ。もっと大きい声で言ってよ。もっと大きい声で言わなくちゃダメだ。もう目が死んでるよ、それ。もう、ね、本気に言って。冗談だよ。外見で判断しちゃダメ。中身で判断しなきゃダメだ。どうし、目が死んでるなんて言うわけねえじゃん、褒めてもらってんのに。騙されるよ、分かったよ、うん。騙されるよ、分かるよ。ありがとう。あのね、ちょっと最後に一言言うんだけど、うん、俺苦しい時に、うん、振りにかかって、うん、まあ仲間とかいろいろ振りにかけるね、うん。何十年付き合った人間でも振りから落ちてくるね。うん、人間って、うん、本当に苦しい時ってのは、うん、その古いに残った人間っているのは必ずいる。だから誰か自分一人だけじゃないってことを認識してほしい。まあ、ありがとう、本当に。俺もね、弟子に頼んでも弟子たちに断られちって古いから落とされちったと思ってよ。いや、もう本当に。でもこうして仲間がいるから、ありがたい。武人さんとかね、同志とかね、本当仲間だと思うよ。ありがたい。自分で苦しい思いしたから上だよ。うん、俺は本当に今日ありがたかったよ。みんな出てくんねっつった時、同心電話したら、あいよっつって。二つ返事。だって、ね、武人さんに、ね、本当は武人さんに出てって言ったの最初ね。したら、笑いながら、お母さんとやりなよって言われて。で、どうしどうかなっつったら、喜ぶんじゃないですかって言ってくれて。でもね、ひでちゃん、もっと早く電話してよ。すいません。すいません。忙しかったよ。今日出来上がったんだもん。これ、武人さんやってくれたんだよ、今日。やれるように。すごくね？そう。でも、ひでちゃん、泣きなと思った。うん？いや、あんないい人いないよ。お金返さないと。これ、お金かかんの、武人さん最初、1ヶ月分払っちゃったのよ。あと返さないと。本当？うん。いい人だ。申し訳ないね。申し訳ねえよ。あんな人いないよ。で、同心にも記念になる、ね、あの、初回の1回目、同心に出てもらって。あ、急だったからさ、分かんなかったんだよ。はい。急に質問振られちゃうとさ、やっぱ質問多少さ、国会議員だって、前もって質問書渡せるんだから、あ、すいません。そうと投げちゃダメだわ。あ、すいません。IMF ね。あ、ごめんなさい、すいません、すいません。すいません、すいません。いや、恥かかせるつもりじゃなかったんだけど、そういうんじゃなくて、ごめんね。さっきさ、その…いや、ひでちゃんだよね。ん？ひでちゃんだよ、ひでちゃん。ほんと？うん。あの初回出た時に急に投げられちゃったから。あ、初回？まあ、緊張して余計だったんだよね。ああ。初回の時に。ああ。固まってるそこなんだよ。はいはい。緊張してるし、はい、メモを知ったんだけど、はい、ポーンと投げられちゃうと、はい、あの、真っ白になっちゃうんだよ。どうしても、はい、質問障害って一回になっちゃうと飛ぶんだよ。真っ白になっちゃう。はいはいはい。それはもう大ちゃん分かってたよ、この間。すごい辛いんだけど。うん。番組前に説明してくれればよかったのにねって大ちゃん言ってたよ。そしたらほら、みんな理解できたのに、つって。とりあえず。え？いや、それ脳梗塞のことじゃなくて、もうあれにすればいいんだよ。画面が止まってたことにするんだよ。あれ、画面がフリーズだよ、つって。はい、誤解するからさ、はいはい、さ、話して、はい、でも今なんともないからさ、うん、元気だし、うん、人間変わるね、変わるもんだから、変わる変わる、不思議なもんだよ、うん、うん、変われる変われる、もう一回暴れるとさ、人を当ててあげて、うん、ちゃんと死ねていけないし、うん、暴れし、このまま後ろ向いて死ねないし、うん、そういう時は前向いて死んでいくからさ、とにかく、ありがとうね、今日は、うん、こちらこそ、うん、また、うん、今度さ、分かった。4月10日にまたね、あの明石さんたち来るから、それアップするんで楽しみにしてください。4月10日、うん、4月、6月10日、6月10日、間違った。
もうすぐ。僕は単純に。ああ、水曜日ね。水曜日はちょっといけないんだよな。うん。そりゃそうだよ。だから6月とか、アップするから見てよ。ライブもやるから。うん。19、26日は俺休む。ほんと？なってから、うん、言ってくれれば。あ、オッケーオッケー。うん。また。参加するから大丈夫だよ。はいよ、うん。ドラゴンさんと一回出てみてんだよな。ドラゴンさんもやってもらいたいし、あのな、ドロンパさんも出てほしいんだけど、やってほしいんだけど、うん、やりましょうよって言ったってやんねんの。あの飲み会やりたいよね。はい。ちゃんとした。これで、あ、うん、現にあって飲むやつね。あっての。うん。うん。なるほど。やりたいなと思うよね。はいはい。うん、ではまた。楽しかったりでちゃん、本当ありがとうね。ありがとう。ではそんな感じで、いつも誘ってね、はい、大丈夫だろ、おやすみなさい、ありがとうございました、コメント確認するから、はい、はい、見直しましょう、はい、楽しいですよ番組、はい、消えてった、じゃあ